九州国の伝承のお話。ヒヒコのやつやね。あの絵本、今どこにあるんだろう。彼は、とってもわがままな。何？びっくりした。え、誰？もう誰も増えてないね。もう、さすがに誰も増えてないね。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっとラジオ体操越しやけど。ちなみに昨日もあの後絵日記を書いて寝る前に若干増えたんかな。ではいただきます。いただきます。一人一人の魚がでかいね。てか毎日ちゃんと違うんよね、やっぱり。昨日うちの新聞社でヒヒコの記事を見ていたようだけど、他に面白い写真を使った記事があるから持ってきたよ。なになに？キャップは古い新聞記事を見出した。画像解析技術でヒヒコの壁画の謎に迫る。ほう。ほらここ壁画にヒヒコの姿が描かれているんだけど、誰かに似てるでしょ。ララコちゃん、マジで？似とるっけ？わからんのやけど。その壁画知ってるし、女王に似てるなんて嬉しいけど、他人の空人ってやつでしょ。まあ、そりゃあ、そりゃあ、オラに？オラにじゃなくて、空に。他人のオラにってどういうこと？さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。毎食毎食結構なボリュームよね。アッソーに来て1週間、野原家の面々がカスカベへ帰る日曜日がやってきた。すごい濃い1週間やったね。なに、みんなお見送り？小さい村とかやったらそういう感じになる。ヨシコとの約束を果たすまでは帰らないぞ。あ、新聞社と言い出したしんのすけ。でもさすがに一人で残るわけにはいきません。まあね。まあね。じゃあいつものカメラで記念撮影よ。これさ、カスカベに戻って幼稚園の友達に写真見せたらめっちゃびっくりするんやないん。ねねちゃんと風間くんみたいなんおるし、あれマサオはおらんのや。おっと、そろそろ列車の時間だ。あ、そういえば前の日の夜、二郎さんが迎えに来たよ。いつも白やのにね、迎えに来るの。ちょっと珍しいと思った。その頃、秘密研究所の悪の博士は、なんかすごいさ、自分の子供夫婦みたいな。やる気満々。壁に写真飾られとったら、ま、何のやる気を満々。あの恥ずかしいダンスを踊ろうとしていたのです。ダンスのやる気満々。え、また恐竜を呼び寄せるってこと？先週熊本駅で撮ったしんのすけたちの姿と、そしてまだ若かった頃の博士と。これ若かった頃なんやね。幸せな写真。大して変わらんのかと思いよった。ふわふわパウパウとわとわチリチリラ行を抜いて心に浮かべてタレルイラムマレシロンロデカゴヨラレやってこらい。何を言っているんだか。今度は何がやってくるのでしょう、うん、博士の思念が空中に可視化されタイムマシンに飛び込んでいく。全ては一瞬の出来事である。そこまでがセットなんかな。なんか前回も言わんかった。行くぞ、エクションビーム。何あれ、怪獣なんかお尻が人間のお尻みたいなんやけど。お、え、何、大丈夫、魂抜かれてない今。ほう、あれ、ほら、どこに行ったんだっけ。これは帰ってきたってこと？しんちゃん何言ってんの。寝ぼけているんじゃないのか。何？どういうこと？
別に何平和な平和な日常。帰ってきた。過去に戻ったってことか。あれ最初のシーンに戻ったってことか。あっちに帰ったんじゃなくて。うわーなんかめっちゃこの場所見たことある、知ってるぞ。これはまああれか、直接親子にかけたわけじゃないけん。しんのすけは再びこの場所ごとってことか。先週月曜日のこの町に過去に戻ったのは戻されてしまったのでした。どうしたんですか。どうやらここの遺跡から骨が見つかったらしいんですよ。知ってるよ、この間も見つかってたよ。ああ来た来た、おーい野原家来たよ。うわやっと着いた。全く同じことを繰り返すのかな。久しぶり。終わらない7日間。こんにちは。こういうこと、ね、お世話になります。何回繰り返すんやろそれ。ひろしさんもお久しぶり。ってことはもう1週間は確実にまたおるっていうことよね。しんちゃんときまちゃんは初めましてだね。知ってる、初めましてではない。ふふい、ほらしんのすけ、みさえとひろしが古くからどっかりお世話になっています。こちらはよよこお姉さん、私の子供の頃からの友達なの。いわばちくばの友。ちくわ。何度も繰り返すな。ちくば。でもしんちゃんだけ微妙に記憶が残ってるのは何なんだろう。小さい頃から一緒に遊んでいたことを言うのよ。他の人らもなんかちょっとずつ残っとったりとかせんのかな。よろしくね。ご覧のように食堂やっています。ちくわはないけどね。全部のセリフが一緒なんかな。ちくわはないけどねとか前回言われたし。ななこちゃん大きくなったわね。もう中学生なんだっけ。うん、みさえお姉さんお久しぶり。ほう、毎日会っていた顔すな。みんな大きくなったでしょ。寝る子は育つって言うからね。寝る子は育つ。同じセリフを言われて同じセリフで突っ込みそうな気がする。それはモッキー。今から雨かな。それは天気。何回言われてもしんのすけがどういうことを言いよんかを全然把握できない。あ、今度は最初から恐竜おる感じ。そう、この世界は先週の月曜とは少々異なる風景を持っていたのです。本人も記憶なくなるわけじゃないよね。うん、ほら今度こそよしこお姉さんとおデートするぞ。ビリビリ。記憶がちゃんとあるじゃないか。ビリビリ。今度こそっていうよりし、よしこお姉さんに会ったことがないはずなのに。こうして始まった今の段階では新しい1週間。この恐竜にみんなは驚かないの。もしかしてもう結構前からこの恐竜はおるっていう設定。この今回の世界は頑張れしんのすけ。無事よしこお姉さんとデートできる。にしても家族はびっくりする気がするけど、その辺も違うんかな。さようならこんにちは終了。また戻ってきたけんってことか。さようならこんにちは。ちなみに前回のどれが増えたんやろ。この辺か。新聞社連れて行って紹介したよ。誰の影響なのかしら。ひろしのってことやんね。この町は遺跡の中にあるらしい。これ前もあった気がするな。で、中庭前で目標達成、花ぶを5匹も集めたよ。花ぶ花ぶ花じぶということやね。花ぶ女王坂、水菜を手に入れた。生でも食べられるし、いろんな料理に使えるよ。そう、水菜どこにあるんやろって思いよったんやけど、めっちゃ小さい画面にあった。超絶小さい画面にあったわ。さあ、またここに戻ってきてしまったわけだけども、一周目となんか変わるんかな？変わらんとしたらね、なんだって感じやけど。取れるものとかも変わってきてほしいなぁ。虫とか。今日は長旅で疲れてるでしょ。今日は長旅をしてないぞ。このさ、なんかこういうちょっとした会話もちょっと続けてほしいんやけど、最後まで。今日は長旅で疲れただろ。ん？同じことを言う。ちょっぴりに旅だったぞ。まあね、ワープしてきたし。今日もまたいつもより早く家に帰ってきたけど、このまま終わりにしちゃおう。まだ晩ご飯まで時間があるから、うんうん、外で遊んできてもいいわよ。
遊んできますね。またみんなと出会い直すわけやね、これで。名前がちょっと、キネちゃんとか、あの辺とまた出会い直すんすね。でも、前と違う世界ってことは、まあ、若干変わっとるところはいっぱいあるってことよね。あれ？隣の家の子供たち、今日は遊びに来ないのかな？お、ほら、その辺とかも、前回と違うのでは？さあ、一体どの辺が変わったんやろ。しんのすけは、博士と同じ方法で、扉をぐいっと開けてみた。これはまた開いてない状態に戻っとるってこと？あ、開いた。あ、もう、あれやね。もう、そこの仕様が分かっとるってことやんね。小ゴミを手に入れた。パッと見つくしかなって思ってしまうけど。お、こっちじゃなかったぞ。あ、ってことは今回はここが下がるようなこともあるってことかな。お、いいぞいいぞ。ちょ、研究所に。博士は？いない。あ、でも前の写真は残っとんやね。おや、見覚えのある写真があるぞ。なんだっけ？こっちには注目してくれんのよね。てかめっちゃでかいね、写真。今思ったけど、超でかいね。おらんやん。博士は一体どこへ？あれか？またあの座っとったとこやないん。あの、ハートちゃんと一緒に、そんな名前やったかどうか。あ、ほら、おる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 。やっぱ今回は最初からおるんやね。あ、博士はおらん。イェーイ！イェーイ。あ、初めて？めっちゃ普通に撮ったけど、バッタやバッタ。カレースナックを一つあげると選んだ場所に運んでもらえます。しかし、今はカレースナックを持っていません。今多分何のお菓子も持ってないんよね。お、もう、お家に帰る時間だよ。あ、マジで帰ります。この世界線では初めましてではないのか。いただきます。迎えに来たけど。ふぅ。豪華、お刺身いいやん。どうしたの、ヨヨコ。最近店の売り上げが少なくて大変なのよ。お、前回はなかった会話。恐竜で観光客は増えたけど、うちはこれぞっていう売りのメニューがないからね。恐竜はもう自然なものなんやね。家族もびっくりしていない。どうにも今一つなの。もしかしてもうすでに、自分たちのカスカベにおった頃からニュースとかで見とったとか。ずっとみんなで新しいメニューを考えてるんだけど、そろそろネタ切れ。誰かヒントだけでも見つけてくれるといいんだけどな。別にそんなにさ、いっぱいいっぱい新商品なくてもよくない？まあ今現在人が少ないんやったらあれか、開発せんといかんのかな。では、しんのすけ店長が考えた新メニューを。チョコビ入りチョコビ。チョコビでしかないぞ。大ヒット間違いなし。おいおい、それはチョコビそのものだろ？じゃあ、チョコビ入りチョコビ入りチョコビ。チョコビじゃねえか。もしくは、チョコビ入りチョコビ入りチョコビ入りチョコビ。もう何？何が何だかわからなくなってくる。もしくは、しんちゃんはチョコビが好きなのね。でもさ、現実でチョコビを食べたけど、私には美味しさがわからない。チョコパフが好きじゃない件っていうのがあるんかな。でもね、アニメの中で見たら美味しそうやったのに。じゃあもし本当に新メニューにヒントを見つけてくれたら、チョコビをあげるから。ん？もしやこれが新しいクエストみたいな感じ？せっかくだからちゃんと考えてみよう。ほいほーい。ひょんなことから新メニューのアイディアを出すことになったしんのすけ。新メニューのアイディアどうやって出すんやろ。材料を集めてくるん。さて、どうなることでしょう。やることが増えたね。新聞社だけじゃなくなった。よし！今日からオラがここのお店長だぞ。絶対無理。それは潰れそう。脱線しすぎです。いや、でも物珍しさで寄ってきたりする。もしかして。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いいね、もう一週間豪華な料理が食べられるんやね。ふふーい。夜は外に出ちゃダメよ。いつもの流れ。出たい時はママも行くから。声を
食え食え。あれでもなんか周りにおらんね、誰も。いつもなんか洗い物したりとかいろいろおらんかったっけ。あれテレビ見てない。なんだろう。ん？読み聞かせじゃない？あ、ほらほら。さて、今日のお話はどうでした？楽しかった？お母さん、誰か来てるよ。出会い直しやね。来てるよ。こんばんは。この子お姉ちゃんの友達の子なの。あれ、しんのすけ。ここが初やったんやっけ。ふふーい。覚えてる？最初から縄跳びで駅前で会ったよね。恐竜の骨、気になるよね。うん、あれも復活させれたりとかせんのかな。夏休みでしばらくこっちにいるんだって。うちの2階で寝泊まりするの。もう1週間ほどお世話になります。うちの子たちと同じくらいだね。2人とも仲良くしてあげてね。はい、自己紹介。キネちゃんと、やっぱり誰やったっけ。忘れたけど、この前と同じだぞ。しんのすけはそう思いました。それにしてもこうやってハタさんの読み聞かせを聞いていると、小さい頃、今は亡きお母さんに毎晩本を読んでもらってた時のことを思い出すよね。幸せな時間の記憶。そっか、ここは姉妹。そっ、なんかその家族の関係性も一周目ではよくわからんかったんよね。なるほど、ここが姉妹でお母さんが亡くなっとんよね。今やっと理解したよ、私は。そうそう、すっごいいいお話の本があったよね。九州国の伝承のお話。ひひこのやつやね。あの絵本、今どこにあるんだろう。なんだ？お母さん、本当に毎晩読んでくれたよね。彼は、とっでもわがままな。何？びっくりした。ステゴサウルスでした。え、誰？え、誰？一瞬ジローさんかと思ったけど、ジローさん金髪やったよね。食べ物は何？急激に、にこやかな親。親？にこやかなお兄さんが増えたけど。こんばんは。一郎？兄弟？おじさんが誰かわかりますか？彼は背中に怪しいおじさん。違いますよ。ヒリヒリチクチク。かなり怪しいおじさん。違う違う。ここの駅で会った駅員のおじさんですよ。あ、駅員さん。なるほど。制服じゃないけんわからんかったわ。兄弟やったんやね。なるほど。え、でも、一郎一郎、あ、そっか。三郎まではさすがにおらんかな。この子たちのお父さんでもあります。あ、そうなん。やけん一緒におったん。夫婦でおったんやね。面倒を見てくれる友達なんて。よろしくね、しんのすけくん。いるわけない。前回お父さん、登場はしとったか。背中のおできは治りません。お父さんってことはわからんかったのにね。チクチク。名前も知らんかったし。とっても痛い。ここの駅で会ったかなり怪しいおじさん。違う違う。9月の大雨の季節がやってきて、毎日のように水を浴びた彼の背中は少しだけ痛みが和らぎ始めます。この町にはいろんな人がいるのよ。ここだけの話だけど、 DJ バーの二郎さんは知ってる？ある日、知ってる知ってる。小鳥たちがやってきて、本当にここだけの話だけど、あの人なかなかかっこいいのよね。でも騙されちゃダメよ。ああいう人に限って女の人をたくさん泣かせているんだって、うちのお父さんが言ってたわ。弟じゃないのかい？その日無関係な人ではないよね。顔似とるし、名前も。知ってるかい？この町の麻生駅には長い歴史があるんだって。だからとってもすごいんだ。おお、すごい。ふわっとした感じ。しかもうちのお父さんは歴史ある麻生駅で働いているんだ。すごいだろう。すごいよ。面白かった？かっこいいと思うよ。前回といろいろ違う部分面白いな。あ、やっぱりテレビを見て泣くんやね。あの絵本って本当にどこにしまってあるんだろう。どんな絵本？読んでるととっても幸せな気持ちになる絵本だったのよ。ほう。そんな話なん？恐竜がいて怖いかなと思ったけど、来てみたら大丈夫だったわね。ニューヨークからそんなに怖くない恐竜だって聞いたから、予定をキャンセルしないで来たんだけど大正解。そんなに怖くない恐竜って言われてもね。夜は涼しいし気持ちいいわ。こう。あれやね。受け入れるのが早いっすね。しんのすけはもう歯磨いた？まだだぞ。
じゃあ早く磨いてらっしゃい。磨いてきます。意味あるんかどうかわからんけど歯磨き歯磨き。絶対周りにめっちゃ散らしまくりよる。確実にそうや。いいよ。しんのすけっていいカメラ持ってるよね。ちょっとお姉さんに貸してくれない？あ、よよこおばちゃんには内緒だよ。おばちゃん？姉妹じゃないのか。待って、またわからんくなった。なんで？ララコは機械とか道具を何でもかんでもすぐに壊しちゃうのよね。それで借りるな、触るな、見つめるなって言われてるの。見つめるな。そんなに？そこにララコの偉大さを感じてちょうだい。わけわかんないと思うけど。だから内緒で貸してくんない？てか、記憶ない、なくて繰り返し寄るとして、そのカメラは一体ってならんもん。てか、絵本この辺にあったよね、いっぱい。子供向けの百科事典とかなり古そうな書物が置かれている。絵本ではなかったんか。なるほど。なるほど。なんか渡せそうなものはないかな。しんちゃん！はーい、何か持ってきてくれた？これは店で使う食材などをメモする掲示板なの。書いてあるものを持ってきてくれたらお小遣いをあげるね。ではしんちゃんのさらなる活躍を期待します。まだ初めてのはずやけど。ないっすね。ふっ。ねえ、初見でそんなん言われたらびっくりするよね、しんちゃんも。いやー、困った。お相撲さん？それは、困った。ではなくて。残ったやね。残った。お相撲さんがどうしたの？キャップは、しんのすけに少しだけ、自分の悩みを打ち明けてみた。新聞社の方かな。困っているのは、ある日いきなりこの阿蘇の町に現れて、それからずっと町中や野山を徘徊している、巨大な恐竜たちのことなんだ。でも観光的にはいいんじゃなかったの？大きな新聞社から恐竜の調査を依頼されたんだけど、いいことやん。さすがに相手が相手なので、なかなか仕事が進まない。恐竜の言葉を話すことができたらな。なんて考えることもあるんだ。ドラえもんなら大丈夫やけどね。きっと。それはさすがに無理だけどね。恐竜に関する噂で、ご婦人の化粧のノリが悪くなったってのはよく聞く話なんだけど、どういうこと？一体誰が言い始めたんだろうな。何？どういうこと？全く意味がわからんねえけど。どういう噂？謎。謎すぎる。さあ、二郎さんは？お、びっくりした。頭ちゃんが。なんだ、一郎の家の隣に居候してんのか？俺はジロー。キッチンとかラーメン屋は無関係だけどな。ラーメン、ジローは聞いたことあるけど、キッチンもなんかある。あれ、初対面じゃないのに。しんのすけは驚いた。初対面なんよ、この世界線では。こんな大人の店に一人で入ってきて、なかなか度胸があるな。まあ、開放的やけんね。扉を開けて入ってきたわけじゃないけん。 DJ には興味ある？もしあるならそこに DJ ブースを使ってみな。お、DJ ブースも使えるようになるの。イエーイ。ここに来てびっくりしただろう。恐竜が普通にいるんだもんな。隣の町では恐竜にスイカ畑を荒らされたり、鉄道の線路を食べられたりしてるらしいぜ。それめっちゃ困るやつ、事故る。ま、噂だけどね。どんな噂？確認事実じゃなかったらそんな話。本当ない。 DJ ゲームとかあるんやって。ちょっと今度やろう。今度やろう。さあ、恐竜ももうね、当たり前におる世界線やし、いつやってきたことになっとんやろ。結構前からおるってことなんかな、恐竜。ジャンプセント入れんかった。さあ、そろそろお眠じゃね。さてと、掲示板に書いた食材のお使いはどうなったかな。ここで気になるお使いの評価を聞いてみましょう。何、お使いの評価って。お使いを一つ終えると星が一つ増える仕組みです。そんなんあったんやっけ。今初めて知った。現在星は二つです。やばくない？全然進んでない。もうちょっと頑張ってね。いやでもあれよ、
この世界線ではまだ今日初日やろ？二つ十分じゃない？あれやね、二周目で結構いろんな機能が解放されていくって感じなんかな？お、うん、ほら、もう磨いたぞ。ちゃんと会話が変わる。それは偉いわね。でしょー。でしょほら、そんな内緒な人にも貸せないぞ。あ、話続いとったんやね。なるほど。2回ぐらいは話聞いた方がいいってことかな、みんな。ダメ？ダメ。5歳児に言われる。しんのすけはそろそろ眠くなってきたようです。ひまちゃんめっちゃ元気やけど。かわいい。さあ、これで。ひへこにそっくりなララコ、性格も似てるのかな？あれは、ん？これは今回の世界線のやつか。あっ、いや違う、前のやね。あっそう駅。記念写真を撮ったんだ。皆さんさようなら。また会いましょう。これは日記は残っとるの？まだデートしていないのにこれでさようなら悲しいな。もうデートするぞ。旗織り工房。新しい一週間の始まり。目指せスーパー新聞記者。めっちゃ記憶あるやん。スーパー新聞記者になってデートをしよう。扉のある河原。川べりにある不思議な扉が開いたよ。これから探検楽しみだ。次の日に行ったらおるかな、博士。泊まり木の広場、殿様バッタ。新しいやつがあったんやっけ。中庭、青山家。よよことララクを思い出す。小さい頃、お母さんに読んでもらった素敵な絵本。よよことララクを思い出す。九州国の伝承の素敵なお話、知りたいな。やっぱりそっくりで不思議だな。ねねちゃんがきねちゃんで、風間くんがかずまくん。カズマくんか。なるほど。いろんなところにいろんな防衛隊がいるのかな。そうよ、防衛隊も結成するんよね、ここ。借りるな、触るな、見つめるな、どんな T シャツやねん。ララコはすぐ機械や道具を壊すんだ。借りるな、触るな、見つめるな。お医者さんとかパイロットにはならないでね。確かに、それは大変すぎる。恐竜の調査が進まない。困った、困ったキャップさん。言葉が通じればいいのにな。残った、残った、お相撲さん。全然関係なくなっとるけど。恐竜がスイカ畑を荒らしたり、線路を食べたりしてるんだ。鉄分補給したいのかな？そういうこと？スイカを食べた方がいいのに。うん、確かに。確かにね。線路を荒らしてスイカ畑を食べる。スイカ畑を食べる。スイカを食べるならまだ。しんちゃんにとっては理解はできるか。で、新メニューを考えよう。ヒントになるものを探せ。何それ？そんなクエストがあるわけやね。で、泊まり木の広場で殿様バッタ。別名は大名バッタ。生まれながらのお偉いさん。ほい、ということで、寝よう。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか初日で、一瞬も悪の博士が出てこんかったのがすごい気になるよね。どこに行っとんやろ。二日目現れるかな。研究所にもおらんかったし。